これ立花寺でございます。はい、聖徳太子が生まれた寺でそうですけど、本当ですかね。聖徳太子ご誕生どころ立花寺でございます。今日はね、うちじゃなくてこっちでございます。来たのはもう昔々寄ったことあるんだけどね、なんかイメージが草ぼうぼうやった、あの当時。さて行ってみましょうか。どうなんですかね、今はね。はい、ここはね、河原寺跡。天智天皇の時代、662年から671年、斉明天皇の冥福を祈って建てられたものと考えられる。昭和32年、33年の発掘調査の結果、なんか塔とか中金堂とか色々あったんかね。はいはい、ありがとうございます。からこれで見るとこの門がいる。分からんな、ここじゃ分かりませんね。復元図、これは何だろう。これは門跡。こう行って、いやー何も分かんねえ。何があったんだろう。この残ってるのはね、基礎部分が残ってるのはね、ああなるほど、あ、イメージでわかる。これね、あの東大寺みたいなのやらかしてんだよな、これな。こうどうぞ、まあ、うーと東大寺みたいなこの建物を周り囲んで、ほんで塔があって、あれ塔かね、塔跡かね、わからんな、何もこれじゃ。なんか静かな方はわからんね。河原寺2回目ですかね。来たのは40年前でした。ちらっと寄っただけでね、なんか草ぼうの記憶があったんだけど、記憶が確かであれやね、そんなんやけど。これ分からせてもらえんの、これは塔跡かね。ああ分からんな、分かりませんな。これではこれは基礎の石にしてはちょっと、あの真ん中の石がおかしいね、基礎の石にしては。これやっぱり基本的に回廊跡かね。回廊があって、あれこれなんだ、これなんか石、あのセメントかなんかと違うんだよ。ずーっとこういうふうにね、広いんですよ。ということはこの辺は来た記憶ないな。あの前辺で終わってんだよな、昔来た時は。こんな木が小さい時はまだ今イメージ湧いてきたけど、小さい時はまだ、ということは何十年も前やわ。この辺は来てへんな、だからね、中に入って、その周りに入っただけやわ。あのお寺の前あたりまで来ただけやわ。こんな奥広かったら知らなんだね。川がどこ流れてんのかね、川その下流れてんのかね。この飛鳥川が流れてますわ、横ね。そこは飛鳥川やね。天ヶ崎の丘の橋の方があるやね、はいはい。見えないんだわ。これ奥は入ってこないとわからないね。こんなあの眺め良かったの。これ一番来たかね。おそらくもうちょっとね、川が1500年前はもっと高かったかもしれんな。川どこが。おそらくね、可能性としては高いね。で、ずーっと川削ったの、これだけ。そういうことかね。ここからね、あれは見えないかね。飛鳥大仏はどこだ、分からんか。飛鳥大仏はあの辺のはずやけどね、分からんな。
こうやから、あの付近やな、あの付近が飛鳥大仏やね。いや、こうやって見たら近いんだ。広、この広さでございます。これどうなんだろうね。もう一回回廊とガラン建ててみたらどうなんだろう。ほんまにね、建物やあのガラン配置考えさせたらねいいんやろうけど、ここまで敷地かね。こんな広かったんかいね。いつも来るけどさ、分かってないんだね。あー寒っ。いろんなところをね、原っぱに置いてね、置いてたかでね、全然意味ない。やっぱりあれかな、建物がいるかな。建物があった方がいいかな。お金かかるか。これでは来たかでね、さっぱりやもんな。小説家の人みたいにいろんなね、いろんなことがね、想像できたらいいんやけど、普通の人は想像できへんな。すごいね、1500年前、1300年前かな。あら、ここも弘法大師でございますか。弘法大師ね、どこ行っても弘法大師でございますね。ここは川原寺と興福寺。あ、ここね、あと川原寺と。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。川原寺跡でございました。これは韓国屋食えへんな、これじゃ。もっぱら乗ってるだけやからね。地元の子が遊んでますわ。はい、ありがとうございました。